なたの心にイルハートというわけで、せーの、新年明けましておめでとうございます。わーい、おめでとう。わーい、は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 い、というわけでね、ちょっと遅めになるんですが、新年の挨拶の会になります。はい、今年もイルハートたちをよろしくお願いします。お願いします。早速ですが、今日は新年ということもあってね、うん、お正月を楽しもうという感じでやっていきたいと思います。おー、楽しそう。なに、なに、おみくじ対決って何ですか。え、なんかさ、新年早々争い事を生むんですか、あなたたちは。え、しかもさ、あれじゃん、おみくじって別に対決するものではないじゃないですか。え、いきなり対決形式なの。え、悲しみ、悲しい。私、イルハートちゃんと対決しなきゃいけないの？なんかそうっぽい。私、ちゃんといいリアクションでイルハートちゃんと対決できるかな。いや、まあまあさ、確かにさ、イルハートの方が先輩だけどさ。うん。まあ、まあ、でも、と言いつつもね、なんかこう、イルハートがさ、二人でこういうことするの？もうなんか、実は初めてだからさ、ちょっと心配なんだよね。大丈夫だよ。イルハートちゃんはやればできる子だし。うん。それに対決とかリアクションなんてもうどうでもいいよ。楽しくやろう。せーの、大好き。はい、というわけで今回はこのおみくじを引いてどっちがいい運勢かの対決をしちゃいます。はーい、イエーイ。いや、あれですよね、イルハートからはちょっと怖いし、だってさ、絶対なんか細工してるじゃないですか。え、ここのはそういうことを平気でやりやがるスタッフなんですよ。じゃあ、私から引こうか。え、ほんと？いやー、優しい、ありがとう。いや、ね、2020年イルハート、ここのクソスタッフの言いなりにはなりませんからね。よし、先に引いて引いて。はい、じゃあ引きます。うんうん。え、なになになに、今日来る、ね、今日来る。なんで今日しかないの。イルハートちゃんの意地悪。よいしょ。どれどれ、引けた。はい、なになに、中吉って書いてあります。そこそこ良き感じの、そこそこですね。あとは何書いてあった。まとめ役を担う立場にありますって書いてある。まとめ、あ、リーダーとかそういう感じかな。そう。あー、でもしっかりしてそうだから、なんかそういうの向いてる気がする。でも絶対イルハートちゃんの方が向いてるよ。あったり。いや、まあまあまあ、イルハート先輩だから。あとは、あとはなんかね、仕事、交渉、取引って書いてあって、それが一個の文にまとめられてる。まとめ、仕事と交渉と、交渉と取引、取引がひとまとめ。そう。ひとまとめでなんて書いてあるの。しっかりと腹を決めることが肝心。当初のハッタリもよしだが、腹を見透かされたら負け。あ、書いてある。うまく嘘をつけみたいなことですかね。そんな演技力問題。そんなことはできない。そういうこと。え、そういうことだよね、多分。そうだよね。でもきっとイルハートちゃんはすごいから、私が嘘ついてもすぐ分かっちゃうと思うね。いや、まあそこはさ、まあ、イルハート女優みたいなとこあるからさ、そうかもしんねえけどさ、そこはでも、あれでもあえて気づかないふりをしてあげますよ、先輩だからね。優しい。さすがイルハートちゃんだね。え、あとは、なんかさ、恋愛とかさ、引っ越しとかさ、いろいろあるんじゃないですか。ね、なんか、恋愛は、恋愛と縁談と愛情が一緒に書いてある。あ、それもひとまとめなんだ。一緒に書いてある。うん、どうどうどう、ね、愛情のもつれや行き違いが起きやすいので注意って書いてある。気をつけよう。気をつけ、一つ一つの経験を大事に踏みしめていきような。気をつけよう。あれ、あともう一個なんか書いてあるんだっけ。健康のことが書いてあるかな。うんうんうん、大事なやつ。規則正しい生活のリズムを守ることって書いてある。あ、大事なやつだね。でもそっか、規則正しい生活か。そう、イルハート
朝の5時に寝るからな。それは早めに寝よう。はい、でも、イロハトちゃんならきっと大丈夫だよ。大丈夫かな。大丈夫。いいかな。じゃあ、イロハトちゃんも聞いてみて。よし。よし。じゃあ、イロハトね、こういう時持ってるやつなんでね、実は。大吉引いちゃいますよ。いきますよ。何これ。待って、開けられない。開けてみて。よし。いきますよ。よいしょっと。待って。です。待って。ねえ、やっぱりさ、こうやってイロハートだけ仕掛けするじゃないですか。しかもさ、ですってさ、あの、仮にもおみくじですからね、あの、演技的なものを考えてもらえます。せめてさ、だってさ、せめてだよ、せめてです吉とかにしといたらいいんじゃないですか。ちょっといくらなんでもイロハートちゃんがかわいそうですよ。そうでしょう。イロハートちゃん、私のと交換しない？こんな…こんな優しい流れが生まれるなんてさ、ね、イロハート、2020年まで頑張ってきてよかったよ。いや、でも…デスと交換するわけにはいかない。何言ってるんですか。私はいつもイロハートちゃんに大吉もらってるよ。ん？どういうこと？イロハートちゃんと一緒に過ごせるだけで、私は毎日大吉気分だよ。なんちゃって。で、嬉しい。ありがとう。大丈夫だよ。いやー、いつもさ、このくだらないネタ一人でやってたからさ、やっぱ二人でやってると楽しいね。何ですか？そう、今日いた彼女はイルハートが作った IF、 つまりイマジナリーフレンドだったのです。イルハートの一人ぼっちでいたくない強い怨念、他の VTuber に対する嫉妬、その悪なき欲望がこのようなことを引き起こしてしまったのです。せーの、大好き。私もこんな。猫が何もないところをじっと見る。赤ちゃんが壁に向かって笑っている。世の中には不思議なことがあるものです。イマジネーション。人間たちはこの想像の力を使い、この世の中を豊かにしていきました。見えないものを作る、その力は神にも匹敵するのかもしれません。ただ見えないままの方が良かった、そんなものもあるのかもしれませんね。まあ、かくいうこのシーンも見る必要はなかったんですけどね。であなたの蜃気楼イマジナリーです。以後よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、
というわけでですね、今回から新しいイマジナリーちゃんがたまに出現します。はい、あ、イルハートのイマジナリーフレンドが準レギュラーになるんですか。そうです。ありがとう。はい、そしてイマジナリーちゃんは前々からイルハートちゃんのファンで、イルハートちゃんと一緒にやれて嬉しいらしいです。本当だよ。 ありがとう、ありがとう。イマジナリーはイルハートちゃんのこと本当に大好きで、イルハートちゃんは歌も上手いし、演技もできるし、何より可愛いし、すごいし、本当にすごいと思う。ありがてえ、ありがてえ。なんか生まれて初めて私のことを肯定してくれる存在に出会った気がする。まあね、私日頃ボロ雑巾みたいな扱いを受けてるんでね、ちょっとこういう優しい言葉をかけられるとね、こうすぐねコロッとコロッと言ってしまうんですけれども。はい、はい、というわけでね、ありがとう。これからよろしくね、はい、よろしくお願いします。はい、これからはイルハートの一人的な存在で、これからも頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなもよろしくお願いします。いやなんかさ、なんかこれこれといいさ、なんかちょっと複雑な設定のような気もしますけどね。まあ、何にしてもね、こう、2020年、新しい、ちょっと不思議なお友達も増えて、一緒にね、二人で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。